主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。海坊主です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。なお僕たちは専門家ではありませんので、内容に関してはご容赦ください。はい。さあ、都道府県名、ね、由来を、紹介する不定期シリーズですね。はい。はい。まあ、都道府県名と、都道府県名と、都道府県庁所在地が違うところは、その都道府県庁所在地の由来、はい、あと都道府県庁所在地じゃない政令指定都市も、紹介しています、はい、紹介していきます、はい。で、まあ、これはですね、各都道府県および県都道府県庁所在地または、政令指定都市のホームページから、はい、抜き出して参考にして紹介させてもらっているのと、そこではわからなかったのは、ウキペディア等を参考に使わせてもらっています、はい。で、前回は北海道を紹介しました、はい。で、今回はですね、東北地方ですね、北から順番にね、紹介していきます、はい。いいですか？では行きます、はい。まず青森県ですね。はい。青森県はですね、今の青森市ですね、はい。そこにですね、青い森があったからだそうです。青い森。おお、はい。緑豊かな森があったんでしょうね。はいはい。で、この江戸時代前期ですね。うん。今の青森市に港町が建設されていくんですけども、うん、やはり青い森があって、港ね、北から陸奥湾に入って、はい、船が来ますよね、はい。でこの森を目印に青森を、目指してやってきただそうですよ、はい。だからやっぱ青森になるそうですね。でこの青い森は今は残ってないようですね、はい。青森ね、遠いですね、我々のエリアからはそうですね、青森ね、ちゃんと行ったことは僕ないですね。 あるいや、ないですね、青森は、はい、十和田湖っていう湖があってね、はい、青森県のもうだいぶ真ん中の南側ですけども、はい、なんか小学校の時に十和田の女神とかっていうなんか童話みたいな民話みたいな、なんか赤い神様と青い神様が、はい、十和田の女神を取り合うみたいな、まあ、ピーチ姫をこうクーパーとマリオが取り合うみたいな、はい、そういうようなお話を習ったのが覚えてるぐらいかな、はい、はい。青森県でした。はい、続いて、はい、岩手県ですね、はい、岩手ですね、はい、岩手県ね、盛岡市に、はい、三つに割れた桃源寺に、うん、なんだこれ、なんか3つに割れたね、大きな石があるんですって。ほう、うん、桃源寺ってとこに、しめ縄で張られたそんな大きな石があります、うん。この石はですね、岩手山が噴火した時に飛んできた石と言われて、三石様と呼ばれて人々の信仰を集めていました、はい。この頃っていつなんだろうね、そういう信仰されてた頃に、はい、羅刹鬼という鬼が、この辺の地域の人にや旅人に悪さをしていました、うん。で困り果てた村人たちは三石様にどうか
悪い鬼を懲らしめてくださいとお願いしたらですね、うん、たちまちこの神様が、羅刹鬼を大きな、この3つの大石に縛りつけてしまったそうです。ほう。でこの羅刹鬼は、びっくりしてもう二度と悪さはしません、二度とこの里にも姿は見せませんからどうぞお許しくださいというので、この三石の神様は二度と悪さをしないという印を立てなさいと言って、うん、この石にペタンペタンと手形を押して南昭山の彼方に逃げ去った。だから石に手形がついたので岩手ほと呼ぶようになったそうです、はい、本当なのかしら、どこまで。でもこのね三石って僕見たことあるんじゃないかな。岩手に行かれた時盛岡に、はい、これも、ね、東北の方、あ、間違ってたごめんなさいね、あの盛岡城の近くにありません、これ多分そうだと思うんですよ。東賢寺っていうお寺がですか。いや石、あ石、うん、なんかでっかい石があった三石様、うん、何も知らずにでっかい石って思って帰ってきた通っただけなんですが、はい、これかなってちょっとこれ資料を読んで思いました、うん、はい、で岩手県の、県庁所在地ですね、うん、盛岡市ですね。盛岡はですね1691年に、はい、藩主南部重信と盛岡城鬼門の、鬼門を鎮護する寺院として置かれた、永福寺っていうお寺があるのね。悪い方向、はい、縁起の悪い方向から、まあ、あの風水みたいなもんだよね、はい、の方向に置いた寺永福寺があって、そこの何だろう住職さんっていうの、うん、が清山法院っていう方なんですって、うんうん、でこの南部重信と清山法院との間でこう交わされたレンガ歌ね、はい、歌でやり取りした時のその歌の内容から、取られた地名のようです。うーん、幾春も、いくつも、いくつもの春も、うん、花の恵みの梅雨やこれ宝の玉の盛る岡山。うーん、この宝のこう玉、宝がいっぱいあるこう山、持ってる山ですね、うんうん、盛り上がる、盛り上がり栄える丘、うん、こういう意味からですね、当時この辺 南部藩って言ってたんですけども、はいはい、盛岡藩でこの歌から名前を変えたそうです。まあおめでたい言葉へのこう改名っていうので盛岡になったそうですね、うん、岩手といったらやっぱアマちゃんですよね。そうですね、アマちゃん、うん、もう震災後も一度行きましたが、あ、そうなんですね、うん、震災前にも一度盛岡、僕盛岡 2,3 回行ってんのかな、へ、うん、行きましたね、うんうん、わんこそばね。あ、盛岡ですか、わんこそば、うん、まあ、この辺ですよね。僕冷麺のイメージなんですよ、盛岡冷麺。これ冷麺ね、あんまり好きじゃないの。あ、そうなんですか。おいしい。僕あのこんにゃくみたいなこうね、うん、弾力のある麺が好きですよ。ほら、でも焼肉屋で飲み会するときにさ、あ、よく冷麺つきますけどどうします、うん、ってこう言われるじゃん、うんうん、はい、僕基本食べてないんだよ、いつも。へ、誰かにあげてる。お、うん、おいしいですよ。まあね、多分本場の味を僕は食べたことないんですけど、だしがこう、うん、変わんなかったよ。あ、そうなんですか、ね、パイナップル入ってるじゃん。ああ、はい、うん、でキムチ入ってるじゃん、はい、なんか麺に、うんうん、果物、ね、果物もね、こんなおそうめんじゃあるまいし、うん、でも冷やし中華にさくらんぼ入ってたりしてません？なんか子供の頃映像で見た記憶がありますよ。冷やしラーメンを、冷やし中華を美味しそうに食べているのを見てる人、はい、そうですね、あの CM、うん、今ないけどね、うん、
うん、あでもね、うん、でも冷やし中華もね、はい、多分外食で食べない。そうですか。暑い時にこう冷たい麺類とか食べたい、うん、冷やし担々麺とかは食べるけど、はい、冷やし中華って食べない。冷麺も中華もこうちょっと酢が入ってさっぱりしてるじゃないですか、うん、それが苦手なんですか、うん、いやわかんない、食べない。でも冷やしラーメンみたいな食べるよ。その別のさ、うん、ほら、うん、冷やし担々麺とか、うん、もちもちしてて、うん、コシがあって、はいはい、美味しいね。美味しいですよね、うん、でもなんか冷麺はね、冷やし中華もなんかマヨネーズつける？マヨネーズつけないです。冷やし中華に。え、冷やし中華にマヨネーズ？うん。なんです。え？あ、なんか地域によるんだよねこれね。へえ、うん。はい。マヨネーズ？え、コンビニでもマヨネーズついてないじゃないですか。自分でかけるんですよ。あ、ついてないの？え？マジっすか。ついてるんすか？いや、だからコンビニとかでも買わないけど。はいはい。うん、食べる地域のはつける地域はあるよね。へえ、うん、はい、あ、じゃない地域なんだね君はね。はい、うん、おかしいなはい、はい、うん、ちょっと苦手なんです。逆に言ったらね、冷やし、はいはい、え、冷やし担々麺、冷麺、うん、なんか美味しいっていう店行っても美味しく思わなかったんだけど、なんかさっぱりして僕は好きですけどね。うん、はい、ごめんなさい。はい、いえいえいえ、はい、続いてね、宮城県ですね。はい、これはね、宮となる城の所在地。はい、はい、ああ宮となる城、うん、はい、つまり唐の諸帝ですね、うん、あの都から見て宮城県とかってとすごく遠いですよね、はい、で多賀城っていう城が置かれてたんですよ、うんうん、だから蝦夷討伐の最前線基地ですね、が置かれていた多賀城ですね、うん、だからこれを、まあ宮、まあ、国の国境の出先機関でもあるし、うん、城でもあるし、うん、宮でもあるというところから、宮でもあり城でもあるってところから宮城、うん、また、奥州一宮っていうのが、うん、あの各国にね、あの神社の代表、はい、一宮っていうのが、置かれてるんですよね、はい、そのまま地名になってるとこもあるし、はい、廃れてるとこもありますけども、うん、その奥州の一宮が塩釜神社とか、うん、あと陸奥国の国分寺、これ聖武天皇が置いた国営のお寺ですよね、うん、これ と、城が置かれた、この辺に置かれたってところから、あの宮とやっぱ多賀城が置かれたから、やっぱ宮城、うんとかね、あと三宅っていう、施設、うん、建造物などを含めた朝廷の工作地ですね、はい、三宅が、三宅にこう転化して宮城になったっていうような説があるそうですね、はい、まあ宮城県ね、仙台はやっぱ伊達政宗のこうイメージがあって、次に出てくるのが宮城県の県庁所在地、仙台市ですね、はい、でこの辺を昔治めて、伊達さんが来る前治めていたのが、国分市なんですが、うん、千代城って呼んでたそうです。千代城、はい、これは、この千代城があったとこに、仙台仏いっぱい仏さんがあったのかしら、うん、でこの仙台地図、仏さんがあったのが転じて千代になって千代城でこう言われるようになったんじゃないかと言われていますが、はい、このあと伊達政宗が、うん、この地域を治めることになった時に仙台と改めます、うん、で仙台で、ね、今はあの台風、あの仙人の台風ですねって書くよね、
だけど昔はこのタイの字は難しい、あの旧字体の難しいタイプの字だったんですけども、このね仙台っていうのは、中国の前漢の時代の古事、を題材にした唐の時代の漢詩、唐の時代の人が前漢の頃の古事、あ、ごめんなさい、前漢の時代の古事とそれを題材にした唐代の漢詩に由来するそうです、うんうん、こういう説ね、中国の、中国のこう言葉からっていうのと、あとアイヌ語でセプナイ、これで広い川って読むそうです。ほー、はい、アイヌも関わってくるんですね。で仙台になったという説もあります、うんうん、昔はあのアイヌとはちょっと直接言い難いのかもしれないけど、エミシがいたから、あ、うん、だから、まあ、そういう説、うん、という由来とかがあるそうですね、うんうん、仙台は行ったことある？ないですなかなか北はないんだね、あまりない、海坊主くんはね、海しかないんでないですね。いや仙台も海あるよ。いや海を泳ぐだけなんで上陸しないんで。ああ、じゃあ何仙台の海とか何松島とかの海とか行ったことあるってこと？いやそこも泳いだことないですね。あ、うん、はい、なるほど、ね、はい、もう仙台も 2,3 回行ってるんだけど、はい、近いね、東京から2時間ぐらいだから。はあ、近いんですね。近いのよ、ね、東北といえど、うん、お、でもちょっと震災からこっちは行ったことないので、うん、うん、ね、あの詳細はまた違う番組の仙台の人が仲いい人がいるので、はい、また聞かせてもらおうと思います、はいはい、続いてちょっと北にまた戻って日本海側ね、はい、秋田県、秋田、はい、秋田という音ね、うん、音ですね、うん、として出てきたのは、うん、もう日本書紀の本に出てくるそうです。へえ、うん、だから秋田の地を秋田って読んでたそうで、昔はね秋田、うん、で秋田、この秋っていうのは、はい、あの学歯茎って読む字なのね、うんうんうん、で、7世紀の中頃になると安倍平尾があの水軍を率いて江見氏討伐にやってきます、はい、で、その後間もなくこの秋田は秋田、秋はね今度は飽きるっていう字、ほうほうほう、に、漢字が置き換わっています、うん、でこの秋田田んぼですねは低湿地を意味する悪い、悪度、悪い、あまり良くない、はい、農耕地としては向いてないっていうところから生まれた地名とも言われています、はい、で奈良時代になると今の春夏秋冬の秋田っていう風になったそうです。奈良時代で変わるんですね、字はね、漢字はね、漢字はその都度その都度時代に合わせて、うん、あの昔はほら万葉仮名で、はい、音、漢字の音を無理やり日本語に当ててた読み方を万葉仮名って言うんだけど、うんうんうん、だんだんその文字の意味も考えられるようになってくるので、うんうん、この字は縁起が悪いからこの漢字に置き換えようとかっていうのは多分今後もいっぱい出てきますね、うんうん、飽きたね、飽きたね、秋田って僕ちゃんと行ったことないと思いますね。ほん、秋田、うん、秋田ね、ない、うんうん、僕も秋田ないんですけど、ね、秋田小町ぐらいしか今浮かばなかったな、秋田小町ね、秋田小町ね、うん、で次女の次女以下のことを秋田の方言で次女、次女、あの2番目の、ああ、2番目の娘さんね、娘さん以下のことをおばこって言うんですって、秋田おばこ、はあ、うん、秋田育ちの若い子のことをおばこって言うんですって、はあ、だからあの昔お花をいっぱい見に行ってた時があって、何やったかな、ダリアとコスモスの祭りやったかな、いっぱい植わっとるのを見に行った、秋田に見に行ったの、いや
秋田じゃないところにいっぱい、あ、そういうお花畑に行ったんですね、はい、お花畑にちょっとメルヘンですけどね海坊主が、で秋田おばこっていうのが、うん、そういう品種があって、うん、これどういうおばちゃんっていう意味かなと思って調べてみたら、そういう意味おばはんじゃなくて若い娘なんです、おばさんの子供だからおばこなのか、うん、あ、でも秋田美人って言うもんね、言いますね、秋田小町だってそういう意味でしょ、小町ってビッピンさんっていう意味でしょ、はいはい、ああ、やっぱ綺麗な人多いのかな、多いって言いますよね、秋田の人って出会ったことあんのかな、佐々木希って秋田じゃなかったですか、そうなの、うん、だったと思いますけど、この人も美人ですよ、おしんも秋田だよねそっか、あ、舞台はそうですね、おしんね、おしんは辛抱の子、辛抱の子、うんうんうん、さあ続いてね、山形、はい、山形、これもね平安初期の資料にも山形っていう言葉が出てくるそうですね、へー、今の山形市の南側を山形郷、山の方向の里で山形郷、郷郷ね、里ね、はい、そういう集落が村があったというところから由来しているそうです、はい、なぜここを山形と言ったかは、不明だそうですが、うん、まあ山形も有名な山ね、蔵王とかありますから、うん、山岳信仰とかね、うん、山を神様にってこう見るような、そういう文化的なものもあったんじゃないかなと、うん、山形県のホームページでは言っています、はい、山形、僕ね、ミルクケーキが好きなんですよ、山形は。ミルクケーキ、うん、おしどりのミルクケーキ。ほう。多分ね、ドン・キホーデとかに持ってるんだけど、あ、なんかね、落眼、薄っぺらい落眼みたいな、うん、なんかね、板ガムみたいな、板状のカリカリってした、あのね、型抜きみたいな、お祭りやる型抜きみたいな、はい、あれラムネみたいなのあるでしょ、はいはい、ああいうののね、牛乳味、あ、これはミルクケーキっていうんですね、ミルクケーキ、なんかこうパリッとしてそうなイメージですけど、うん、そうなの、へえ、おしどりっていうメーカーさんのミルクケーキ、はい、ケーキ、あ、でも美味しそうですね、初めて山口って駅の土産屋に売ってて、はい、何これって思って、なんで試しに買って美味しかったから通販で箱買いしたことあったの、山形のミルクケーキ、うん、へえ、あのね、無印でも売ってたよ一時期、今あるかなんか分かんないけど、まあドン・キホーテ行けば、ドン・キホーテには売ってる、たまに見る、探してみよう、うん、あの黄色いパッケージです、へえ、うん、で中身は白いんだよ、はいはいはい、袋は黄色いんだよね、うん、はい、続いて福島県ですね、はい、福島といえば、福島といえばダッシュ村、違うよ、おもれきで福島といえば、ああ、姉さん、姉さんですよ、姉さん、すいません、姉さん失礼しました、大常連の、そうですね、はい、はい、さあ福島ですね、はい、この福島の名称は、この福島市に福島町って土地があったんだって、はい、福島町町、はい、ほう、昔からの呼び名があったんだね、はいはいはい、っていうところで、うん、最初に使われたのは1593年頃、はい、木村義清、はい、によって福島城としてっていうお城の名前として使われたのが、初めだと言われています。どんどんかで、昔のですね、伝説によるとですね、うん、この間昔忍軍っていう地域だったようなんですが、うん、見渡す限りの湖で、うん、真ん中に忍山があったそうです、うん、この山には東おろしが吹きつけていたため、うん、風が吹く
島、湖の中の島にいつも風が吹くので吹いてくるので、はい、吹く風が吹いてくる島、うん、福島、うん、ね、福島って風が福島って書いて福島ね。でそれがですね、その湖もだんだん干上がって今は陸になってるそうですよ、うんうんうん、それがこの風が吹くっていう字をいい文字の福に、うん、変えて今の福島になったというとことのようです。はい、はい、福島ね、福島だいぶ南まで来ましたね。東北地方これで、うんうん、終わりなんですが、はいはい、うん、福島もね、うん、僕は何度か行ってるんです、うん、僕は餃子を食べた思い出があります。福島で餃子ですか。福島餃子、うんうん、で有名なんですね。僕が行った時に駅の観光案内所のグルメマップで、はい、福島餃子っていう一つパンフレットができてて、なんかね、フライパンに、はい、普通の中華屋さんの餃子って一列に並んでるじゃない。そうですね、6個とかで並んでるじゃない、うん、なくて、なんかフライパンとか鍋に、鉄鍋に、うん、普通の扇形の餃子をこうギューって詰めて並べてるみたいな、こう円盤型に、そう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 、あれが福島餃子なんですか。違うのかな、ああ、その店か、ひょっとするとそれが福島、うん、定義がちょっと福島餃子の定義がちょっと分かりかねる、まあ、姉さんに教えてもうたら。そうだよね、はい、で僕が行った時にその一緒に行った友達が一番行ってみたいってとこが、なんか駅から歩いて15分20分ぐらいのとこで、うん、もうバラックみたいなね、なんかオンボロのとこだったの、はいはい、で 2,3 日後に閉店、へ、なんか移築なのか、はいはい、なんか知らないけど、はい、まず多分やっどっかでやってるんじゃないかなっていうようなのが、うん、ただひたすら混んでて、あ、まあ、人気店なんですね、うん、っていうので味はよく覚えていません、うん、はい、そうだね、福島ね、なんか福島山形、うん、あれ福島山形仙台って割と鉄道でなんか三角関係で行きやすいんですよ。へ、で福島と山形って新幹線でつながってるのね、はい、で福島と仙台も新幹線でつながってて、うん、で仙台山形も電車でね、鉄道でね1時間ぐらいで行ける、うーん、割となんか近い三角関係な感じで、うん、その辺3つセットでなんか旅行した思い出がありますね、うんうん、ね、海坊主くんもぜひですね、はい、東北にも行ってください。はい、うん、広いよ、なんか牧歌的でいいですよ。あ、いいですね、はい、行ってみたい。はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。はい、いろいろなお便りテーマがあります。詳細はおもれきのブログをご覧ください。はい、番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。はい、はい、ではですね、またポッドキャストでお会いしましょう。さようなら。さようなら。